最近ね、もういろいろあるんで、ちょっと温泉行って気を抜いてきたんですけども、まあここでもね、ちょっと一息つくためにハッカー耳なんですけどね、これね、まあ赤字なんですよ、はっきり言ってね、皆さん買ってください。でね、最近ちょっとね、驚いたのがね、これに書いてあるね、この SF 漫画の内容が結構ね、実際のことになってるんですよね。でこれ PCR 装置個人で買うシーンがあるんだけども、このストーリー考えたのが2019年ですよ。で次の年に PCR がもうコロナ騒動で大活躍でしょ。あの時にね、この PCR 関係の機械とか試薬のメーカーの株買ってたらもう、ね、5倍とかそんなのになってましたからね。だからこれバイオは金になるっていうのもね、まずこれが実現したでしょ。バイオ金になるっていうのが実現してしまった。でもう一つね、これスーパーコンピューターでなんか数学の定理を発見する。でこれね、僕ね、こういうのやってるところがあるってこと僕知らなかったんですよ。まあ一応理屈の上ではこれできるだろうなと思ったらね、なんかイスラエルの会社がすでにやってて、で実際それはね、なんかラマヌジャンマシンって言われててね、ラマヌジャンっていうのはそのインドのもう変態的な数学者で、もう本当もうアインシュタインでもこれは絶対発見できなかったというようなね、数式をどんどん見つけたっていう人なんだけども、そういうのをね、今 AI 使ってコンピューターで発見するっていう試みがされててですね、でちょうどこの漫画が出た頃に実際にそれをやってるっていうのが出て、で今ね、本当にね、もう実用段階というか、実際にこの AI 使ってね、数学の法則とか、まあ、コンピューターのアルゴリズム、なんか問題を解く手順っていうのをコンピューターに解かせるっていうのを実際にやっててね、これも本当に実現しちゃったんですね。でもまあさすがにね、暗号を破るっていうところまでは行ってないんですけども、まあ、かなりね、この漫画の内容がいい線いってるなとね、我ながら思うんですね。あとね、実現したことといえばですね、中華鍋をパラボラアンテナに、なんか山に潜んで Wi-Fi、これね、どうも最近ニュースになってたんだけども、ロシア人がやってるみたいですね。なんか、ロシアの IT 業者なんかが、この兵役逃れのために、こう、シベリアなんかの山奥に隠れ住んで、こうやってパラボラアンテナでね、インターネットつないでっていうのをやってるそうで、これもある意味ね、実現しましたね。あとね、この漫画の、まあ、他のシーンでね、音を利用して、音を利用して、相手の位置を特定するっていうのというのがあるんですよね。でこれもね、最近なんかね、ちょっとYouTube どっかのチャンネルでね、話題になってました。これ例えばその YouTuber の人でね、このこう野外で何かこう中継というか生配信とか、あるいは花火なんかの実況してたら、その外から入ってくる音で、この音の遅れなんかでその YouTuber の位置が特定できてしまうっていうのが話題になってて、あ、やっぱりやるやついるなっていうことで、これも実現しましたね。この音を聞いて相手の位置を特定する、これも本当になってしまったね。あとはですね、この先だと、あ、ウクライナのサーバー借りるシーンがあるんですよね。でこれもあれですよ、ウクライナにロシアが侵攻する前の話ですよ。これウクライナのサーバー借りてっていうのは、でウクライナのレンタルサーバーを使うっていうのは結構これはいろいろ意味があってですね、なんでウクライナのサーバーを使うかっていうとね、ヨーロッパというか東ヨーロッパ、旧ソ連圏っていうのはね、やっぱり 元社会主義だったんでね、法律が独特なんですよ。で特にね、著作権関係が甘いんですよね。で僕も実は後で知ったんだけど、漫画村もあれウクライナのサーバー使ったんですね、あれ。だからそういうちょっとね、この著作権的にグレーなっていうか、まあグレーどころか、まあもろに違法なことをやりたいんだったら、結構このウクライナのサーバーを借りるっていうのがあったんですね。だけどね、やっぱりウクライナに侵攻したせいでね、今ウクライナのサーバー業者が大変なことになってて、まあ僕は知ってる人でもなんかね、ウクライナのサーバー借りてたら、なんか音信不通になってしまったとかね、サーバーが突然止まってっていうのが、ちょうどウクライナにね、ロシアが侵攻した時に。ということで、これもある意味ね、本当になったのかなっていうところがあるんですね。で、そうそう、この漫画の、このテーマがね、漫画の中でこういう、この戦闘シーンなんかもあるんだけども、これネットゲームをテーマにしてるんで、戦闘シーンがあるけど、出てくるのが全部第一次世界大戦の武器なんですよね。
でこれもくしくもねウクライナでもうなんか塹壕戦やってるんですね、第一次世界大戦型の戦争だから、これもある意味ね予見してたのかなと。あとドローン使ってるシーンもあるんですよ、これドローンで敵を特定してるシーンとかもあって、なんかねこの漫画の内容がいろいろね最近現実のものになってる。だからこれねハッカー耳ってね未来予知漫画なんで、これを読んだらね未来がわかるっていう。だから僕ね個人的にねあと実現しそうなのはね、まあバイオが金になるっていう風にねまあ言ってるシーンがあるんだけど、僕バイオは狙い目だと思いますね。あれですよ投資とかそういうのはあくまで個人のね責任でやるべきなんで、僕もそこはどうとは言えないんだけども、バイオ関係もねやっぱこのあのコロナ関係でねすごいことになってるんですよ。あのやっぱ技術革新が生まれたメッセンジャー RNA ワクチンとかね、あとはねあとあの AI がねすごいことになってて、 AI で、タンパク質のね分子構造をかなり、精度よくしかも早く特定できるようになったっていうことになって、このコロナ騒動の2年ぐらいでこのバイオ関係の技術がすごいね革新的なブレイクスルーがあってですね、その割にはこのコロナが落ち着いたんでこのバイオ関係の株価はすごい下がってるんで、今がいやまあまあやめとこう、そういう話をするとそれでまたさあの損した人が出たら僕は悪いってことになってしまうんで、まあそのあたりはもう皆さんの自己責任っていうことにするんだけども、まあとにかくこれを読んだらねこのちょっとねその世界の近未来がわかるというか、なんか結構な精度で、ね、現実なことになってるんですね。だからこれねあの SF 教養漫画としてぜひね読んでいただければと思います。ということでね、あのこの作者の方にもですね、作者の高峰さんにもねちょっとお金が入らないといけないので、一応この本のね宣伝をね改めていたしました。今日はちょっとね啓発というか息抜きでお話いたしました。